使い来てくれた方だ。だ嬉しい。ね。こんばんはー。こんにちは。<laughs> こんばんはー。いや。コロリンタイミング、え、え、ミリーちゃん、え、何、今からバイトとかですか。なんだ、なんだ、ミリーちゃん。 やばいちょっとね今ね学校にか,学校から帰ってお家に着いてね3分ぐらい3分3分ぐらいしか経ってないです <laughs> そう出てきたどうもどうもやった覚え,覚えてますようれしい 皆さんは何してたのかな？何しよう。あれ？待ってなんか止まっちゃった。あれ？あれ見えてますか？なんかねぐるぐるぐるってなってる。 今日もキャバキャ本ほんとにえう、ー、れしい今日ちょっとね <laughs> あれなんか通信に失敗しましたって出てきたなんで6時から SK の番組やるえ何ですか SK の番組やるのうバズらせたいんかなあれなんだっけなんだろうエミリーこんばんは握手会の時のナトリーちゃんめっちゃ可愛いかほんとにうれしい ごめんなさい今日と顔違うよね多分今日今日,今日ちょっとまたメイクを学校から帰ってきて3分なので許してくださいメイクし,してないけどリップだけ塗ったやばいやばいあ二2号さん来たあれ2号さん マジでやるとは思わんかった。幼稚園のコスプレ。ショールームの新番組。初見です。おお、初見さん、ありがとうございます。できれば、フォローしていってください。幼稚園児やってください。<laughs> 幼稚園児が見たいそう、画像見たんで、幼稚園児の画像を私は見て。 それがすごいお気に入りりだったとりあえず見るねえエミリーちゃんは今から何があるんだろうバイトとかなんか見た気もするバイト何のバイトしてる何のバイトしてるのうん、うん、そうだ公園だエミリーちゃん公園あれそっかもう公園の時間あれ 公園公園の時間もうんリップだけすっぴんうんそうリップクマがひどいね 6時時あれもう6時やばいね6時開園なのか間に合わないじゃん間に合わないというか今日これ今日いつもより1時間早い日なんで疲れてる最近うんわかんない寝る時間が遅いのかでもなんかねなんか生まれつきなんですよねクマが困った ナタリーナタリーちゃんの握手も行きたいし公演も見たいとりあえずツアー名古屋館楽しみにしてるわあーありがとううれしいですうん嬉れしいな5歳のしのちゃんあこの前も来てくれたありがとうございます影がクマに見える分かんない何なんだろうここのなんか皮膚が薄いんですよ 今日は開演あそうなのあのー、ね開演がね早くなったなんかみんな出れるようにみたいな最後まで若い子もなん中学生の子とかも出れるようにかなわかんないですけどなんかなんか15歳とかも出れるようにみたいなしなちゃんナタリーにはまっとるん、ね、嬉しいんですけど50カウント完了しますありがとうございます 荒波さんハートありがとうハート、うん、ナタリーちゃんに認知もらえるえもうめっちゃ認知してるから <laughs> もう一番は初めて来るから認知,認知してるからそうですね埋まりそう待ってください倒しなので急きょナタリーちゃんとヒメヒメタンとえ倒しじゃないじゃんヒメタンヒナピオ 認知あるよあの青,青色の杖杖じゃないなんだあれなんだっけなんか棒を持っててもう顔もちゃんと覚えてる <laughs> 覚えてる二号ちゃん二号ちゃん二 <laughs> 号ちゃん嫌なんじゃなかったちっ土屋さんいい人でした ゆうかたんえなんか,ゆうかたん推しの方来てくれる率が割とある嬉しいあひろ,ろろろきさんも来た二 <laughs> 号くん二号ちゃん女のなたに二号ちゃんって呼ばせてるんでだと言い,やいやとは言わせないですあそうあら 2号ちゃんですね単押しとは単に押しが多いことだという気がえー、違うよー <laughs> それでもえー、やだやだ福岡行けなくてすいませんでした悲しみ悲しみ優ちゃんと同じえ分かんない年齢は同じだからですかね,ねああ割れている。 SKE はナタリーだけやから認知すれえっ嬉しい私だけなのほんとめっちゃ嬉しいですそれはありがとうはじめましてはじめまして初見さんありがとういらっしゃい。 幸福。特攻服うんえっ9期まではた九人までは楽しいどういうこと <laughs> そうねひろ,ろろきさんでみっちゃんみっちゃんレーンからみっちゃんレーンに並んでるのを横からたまにたまにっていうか見てましたね来てください 学校行きたくなかったでしょどういうこと?。ん、学校。学校行ってきました。うん。うん。どうも花屋たここそ。何食べてるお魚。ナタリちゃんね、リアルに。ええー、ゆりなさん、来てください。 待ってる、待ってる、待ってるん。勉強はどう?。勉強する?。めっちゃね、ループして、のたりとめっちゃ見つめ合ったから、こういう感じ。本当かよ。<laughs> 本当かな。 天ぷらんちょっとなんかあげてあるかなフィッシュフィッシュアンドチップスのフィッシュみたいなやつですねエミリーちゃんといつか行くほんとかえー、嬉しい来てくださいさあお魚は全部好きこれはなんかサバじゃなくて白身だかな,なんか種類とかわかんないですけどです ソファーいかつ…あソファーじゃないよベッドだよ <laughs> 楽なんですここで配信すると楽ドライアイサバもおいしいからたサバ食べる <laughs> サバも食べてるよ 食べてるよー料理できる人質おめにしたくなるわおめになるるんるんと同じ近づあーごめんなさいなんかつい近くなんかコメン目が悪いからさコメント読むときにさ近,づく近くなるとつい。 お料理得意手持ちーそう置くところがないそうなんですよーあーおずさんハートありがとうございます嬉しいに号ちゃん 号ちゃん頑張って星投げてなんとかってほんとにいるえいなあいた <laughs> びっくりした <laughs> え待って1位じゃない ?2 号さん2号くん2号ちゃん2号さま驚きえごさんとお話しして,してお話できたできてないでも挨拶はできたなんかあんまり会うこともないのでね前なんかなんだっけ 2か月,月ぐらい前になんかどっかに座ってた時に挨拶したけどなんかスマホを置くやつ手に入れたんですけどスマホを置くやつを置くところがないんですなんかあるけどなんか体勢がベッドだったら追い越えないしそういうことです はじめましてしまくまさんはじめましてよければフォローしててください30日初めて行ったけど顔が美しい本当にもうありがとうございます嬉しいです同期のお姉ちゃんたち優しい誰のことキャノンティーキャノンティー好きだよあサーヤとかサーヤとか好きかな 可愛い今日本日本ドバイ日本でーすこんばんはアキナさんこんばんはこんばんはんこう二号建設建設までですか <laughs> <laughs> ドバイは本州部屋が豪え違う豪華じゃないですよでもなんかなんか私の お家はなんかインテリアが結構好きでなんかそういうものは結構こだわってるみたいこだわってるかなっていう感じですねドバイは日本ん <laughs>。 一般人はこだわりませんインテリアにはえ本、ー、ほんとこだわりなんかなんだなんかそこだけなんか不思議なもの置いてあるあ間違えたニトリのソファーするあのわかんないソファーではないでもベッドだから。 ベッドだからそうね謎の置物懐かしいっていう <laughs> 言う方多いけどそうだからなんか謎の置物のとこでやっちゃうとね配信できなくなっちゃうからなんか前のあのーなんだっけもうぐちゃぐちゃって画質が悪くなっちゃうからやらないですね。 そう電波悪くなっちゃうんですよそこでやるとなんかあそこ壁が赤だから壁が赤だからなんか顔が生えたからあそこでやりたかったんだけどやってたんだけどなんかできなくなったね懐かしの懐かしのやつちょっと今日前髪 フォローしたいよしありがとうございます嬉しいですあの金の正体何なんだろうお嬢さん虎かな虎かなわかんない星ドリルしてなんだ緑のテーブルとレオパレスのベッドタンスしかありませんインテリア でも、ニトリ、いいの多いですよね。なんか食器とか。ニトリ。ニトリのなんか。可愛いやつ買った。影穴みっちゃんか。あ、今日のやつ。そうなの。すごいな、みんな を使う家具あらしいよねニトリ使うよニトリ使うよ日本一世界ん世界一のアイドルになってほしいええー、<laughs> 嬉しみ頑張りますありがとうありがとうサンキューまたねまたねー公演始まるわってうーん今からなんかすごい早い早いですねそれは 早くないかもう六時なのかびっくり。うん。うん。こんばんはー、初見です。二十六日のライブで見かけたかも、バチケンさん、い,いらっしゃい、ありがとうございます。また来てください。 んーとナタリーちゃん、それ、ノーメイク、目元キー、あ、そう、ノーメイクです。学校から <laughs> 帰ってきて、すぐやったから。死亡。最悪や。ナタリーム、あ、ミルケさん、ミルケさん、ミルケさん。うれしみ。ミルケの、う、ミルケの、う、大好き。お願いじゃん、本当に。 えっとおつなたおつなたおつまこおつなたごめんごめんなさいそうタイ,タイムテーブルさしてくださいなんかなんか学校からなんかいつ完全に帰れるかなんか日によって違うからよくわかんないんですよ「急きょのたりちーちゃんしありがとう嬉しい!」 嬉しいです山口真帆さんのもの,ものまねしてえわ、ー、かんないできないできないモノ <laughs> まねがわかんない鈴木コ,コナとかならまだあるけど <laughs> 10連休明けの同級生はどうだったあそうなんか昨日 学校始まる一日前だっけなんかねずっと誘われてたんだけど遊べなくてやっと遊べたんですよ楽しかった夕食ためにダイニングで「父文さんありがとう」持ってきてください「おいら実はなっちゃん炭治郎ほ本当に?」「上村さんとか水野愛理さん <laughs> 好き」「本当ほんと嬉しいですみるけ ナタリーナタリーナタリー,ナタリーあそう伸ばすやつ伸ばすナタリーは課題は終わったそう頑張ったのー終わったなんとかでもゴールデンウィーク明けにテストがあのあってあの今日もあったんですけど明日もあるし明後日もあるんですよだから課題は終わったんだけどねなんかそれはちょっと厳しいテスト勉強までなんとかしたけどまあまあなんとか。 プリクラかわいいああそうねモバイルメールでプリクラ送ったお友達と遊んできた時の「冬っぴああ冬っぴ特徴あるけどモノマネできないどう?」ってやるの。 みんなのことをしてるだめ。みんなはしなの。今日の給食じゃないんですよ。給食じゃないんですよ。お弁当なの。ナタリーこんにちは。よっちさん、こんにちは。いらっしゃい。この前握手してハマりました。またいて、ええー、ぜひ時間。来てください。待ってます。なんかなっちゃんの歌の呼び方決めようや。ええー、何がいいんだろう。え。 誰か考えてくださいかわい,いの決めるファンの方うちの学校ゴールデンウィーク課題ないのええうれしいうれしいうらやましいうれしいじゃないいいなーテスト多いよーテストテスト僕ツイッターやってるじゃないですか1月またえー、待ってますミルけさん嬉しいありがとう初見です初見さんおおこうこさんありがとうございますキャッチフレーズやって リンゴが大好きなったリンゴ、まだまだ青リンゴ、みんなの笑顔で育ててね。<laughs> はい。握手会のあたりまじでしょ本当にめっちゃ嬉しい。内野どこ行ったのそれ。<laughs> テスト勉強大変だけど頑張ってね。頑張る。 今日のお弁当あ今日のお弁当を自分で作ったお魚以外は自分で作った <laughs> お魚をね作る時間はなかったな中間テストないのえあるあるなんかゴールデンウィークの明けのは中間とかじゃなくてなんかちょっとしたやつですねなんか漢字の漢字漢字をなんかここからこことか古典古典の古典単語をなんか30ページとかそういうやつですね うん僕は陰キャなのでツイッター e いろいろやってるしみんな辺り育ってる30日のなっちゃんマジ天使ってほんとしいな内容正しすぎてああそういうこと来てください 体育と音楽なら俺にああ任せますビルケさんに高校生かそう高校生ですよ。うんうん可愛い可愛い,いのあありがとうございますおつさんゴンタさんバラお花ありがとうございます。 ロきさんもちろんありがとうございます NGT777 さんもありがとうございます高校生なんて昔すぎて忘れた高校生楽しかったですか皆さんモバメの返信は誰からの返信か分かる分かりますあの書いてあるなんかニックネームなのか分かんないけどここに名前も書いてあって件名みたいなのも書いてあって ここに文が書いてるなんか全部分全かるかな,な JK に見えないねなあたりえー何歳に見えますかこんばんは英作さんこんばんは去年は高校生えーすご<笑><笑> 育てるゆうは嬉しい育てて月お腹すいたからまたあどうぞ食べてきて作る作る私もお腹すいたも、うん、これ終わったら食べよ中学生に見えるあ多分今日メイクしてないから ですよ握手会の時とかはね絶対してるからもうちょっと大人に見えるかなかな麻婆豆腐作ってや食べたいああ作るよ麻婆豆腐得意だから麻婆豆腐ねめっちゃ作る高校男子校だったから楽しくえでも男子校もそれなりに楽しそうなんかめっちゃもうバカ騒ぎできる してるじゃないですかうちの高校もすごいみんな騒いでるけど結構楽しいナタリンお寿司にえ握ってください食べたいめっちゃお寿司コロちゃんもっと配信してうんできるだけ配信しますミねン終わった ちゃうよえ嘘あごめんじゃあ待って呼びますねえっと15位さん十四位,位さんんさそうさありがとうございます十3位5歳のしのちゃんさんありがとう十二位猫好きさん十一位ヒロあっとあっとあっとさん1つ位土みさん九位ヒロらラ,ララキさん八位荒波さん七位ゴンタさん 6位オズさん、5位ミーミん？ミーブンさん、4位ケンパさん、3位ミナさんさん、2位バズラゴーさん、1位ニゴーさんえ <laughs>、ね、<laughs> うんうんありがとうございます。ありがとう楽しかった。あと2分あと2分配信します。ケンパさんえー、いつもありがとうございます。 なんでわねえびっくりした2五歳1位なのはびっくりなんだけど <laughs> ありがとうございますとにんごすちったしますちギリギリ誕生日がですほんとあケケータリングいくかーオーディションの時うそ 本当にしばらく一位を立てるミ <laughs> ルケナウサンドベミルケナウサンドベンウインク <laughs> できてない ロニー,ダールズさんおーありがとう !5 歳のしのちゃんさんこれからできる限りありがとう待ってます待ってますタワーは竹内ななみとサイヤにしか人人人配信やありがとうまたくあー待ってますありがとうこれ家着なのあそうお 早い。です。二号ちゃん。二号ちゃん、睡眠中。なっちゃん、倒し倒しもん、ビルケナウさん、本当かいな。パッションフォーユー、ねえ、なんやびっくりしたパッションフォーユー、今何位、六位とかでした。 ユーチューバーになってほしい、え、なりたーい。<laughs> 難しそうですね、編集とかでも。七位よ、あ、七位か、あれなんか一個下がっちゃった。七位なの。うん。 YouTube やるなら美容系あーうーん何だろうでも美容系かなわかんないでもそんなに美容詳しくないけどでも興味はあるからなやってみたいですねいつかゆっちが上がってきたあっそうなのねゆっちもそうだったねすごい上だったなんでそんな顔うる、ん、せいよ もしかしてもう30分経ったかなかなちょっと怖いので終わろうかなじゃあありがとうございましたまたねーあなあれまたカラオケうんカラオケ配信しますありがとうまたね おつころまるおつころ、バイヤー。<laughs> またね、ちとさんビルケナーさんカズリンさんありがとうー。うちのサクサイド。バイバーイ。いきます。